今ね、可愛いっていう声がね、2カ所ぐらいから聞こえてきました。はい、正直に言ってください。可愛いって言った人、はい、甘やかさないでください。ね、はい、ちゃんとね、先生についてきてください。ね、寄り道しない。さあ、今日もね、絡みづらいメンバーでお届けしてまいりましょう。改めまして、皆さん、こんにちは。私たちは東京ディズニーランドの魅力を皆さんにお伝えするため登場しました。チームルチームガイドツアーです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでね、さあ今日もたくさんの方お集まりいただいてどうもありがとうございます。もしよろしければ前列の方しゃがんでいただけたりなんかするとね、後ろの方まで見えてね、いい感じなんで、すみません、無理に通りませんよ。床面ね、冷たいですし、足腰ね、痛くなるかもしれませんから、気をつけてください。しんどくなったらね、全然立ち上がって、何ですか今なんかつけたでしょ、なんかなすりつけたでしょ。何これ、水滴違う、何なすりつけたの、汚れってことは、今僕この辺汚れてるってことだね。拾ったら拾ったでこういう顔するんですよ。ああダメだ、今日両サイドが絡みづらい。さあということでね、前列でしゃがんでくださった方ね、しんどくなったら全然立ち上がってください。無理なきように。後列の方ね、もしかすると、皆さんの目の前でしゃがんでる方がね、急にこう上下運動を始めるかもしれません。で、カメラにスッと後頭部が映り込んだりなんかするかもしれませんけども、それに関してはね、しょうがないしょうがない、いや床冷たいしね、足腰痛いですよね、大丈夫ですよ、いいですよ、あなたの後頭部素敵ですよっていうね、優しい気持ちで見守ってあげてください。さあということで、本日は東京ディズニーランド37のアトラクションの紹介から行ってみよう。ぐるっと一周東京ディズニーランドのアトラクションスタート。アムニバス、ベニーアキラ、カリブロ海賊、ジャングルクルーズ、ウエスタンディバース、魅惑の地球部、スイーツファミリーツリーハウス、カントリービアシアター、ビクトリアマウンテン、ゴブサーヤトリカダ、直線アークトゥインド、スペシャルテン、ビーバーブラザーズのカヌー探検、ピーターパンサラン旅、白雪姫と7人の旅だ、ホーンテッドマンション、セーフンランド、ラッスルカルセル、シンデレラのフェアリーテールボール、アリスのティーパーティー、ミッキーのニューマーマジック、ピノキオの冒険旅行、リッチェスモールワールド、プーさんのハニーホット、ロジャーラビットのカートスピン、ミニーの家、ミッキーの家とビートミッキー、チップデール、ツリーガース、ガジェットのゴーコースター、ドナルドのボーター、ガーフィーのペイントンプレイガース、トゥーンパーク、スティッチエンカウンター、バズライトリアのアストロブラスター、スペースマウンテン、スターツアーズ、ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー、ラストイット、モンスターズ・イケ、ライドランドゴンスのアトラクション一気にご紹介してまいりました。さてさて、続きましてはね、本日我々せっかくこのアナと雪の女王のショーウィンドウ前に登場しましたということでね、アナと雪の女王についていろいろ触れていきたいと思います。さあということで、こちらにはね、ダブルヒロインアナ・エルサが登場して、でこちらには大人気の雪だるまのオラクが登場して、さらにこちらにはこれ皆さん知ってますね、このね、アナ・エルサ・オラフの周りにいるちっちゃい雪だるまみたいなキャラクター、このキャラクターもしかするとね、知らない方いらっしゃるかもしれませんね。知らない人、あ、いた、あ、何かいらっしゃいますね。誰か知らない、勉強不足ね。ご紹介しましょう。こちらのね、ちっちゃいコロコロした雪だるまのキャラクター、スモーキースというキャラクターでございます。でもね、おかしいですよね、アナと雪の女王にこんなやつ出てきましたっけ。もう出てきませんでしたよね。じゃあこいつら一体何者なのかと言いますと、実はアナと雪の女王、2時間の映画本編以外に実は続編の短編映画が1本あるんですね。アナと雪の女王エルサのサプライズという作品でございます。これね、エルサの誕生日にアナがお祝いしようとして、で、エルサがね、風邪をひいてるんです。でエルサがハクションって言って、くしゃみをするたびにこいつが生まれる。ちょっと何言ってるかよくわからないですか。でもね、ご存知の方間違ってないですよね。エルサがくしゃみをするとこいつが生まれる。もうそれ以上説明のしようもないんですけど、
じゃあちょっとせっかくですから実践してみますかね。はい、お父さんどうぞこちらへ。お父さんエルサ役です。はい、じゃあせーので可愛いのお願いしますね。話聞いてました？エルサがくしゃみをうんって嘘でしょ。話聞いてなかったの？どんな集中力で弾いてるんですか？スノーギンス、エルサがくしゃみするとスノーギンスがポコって生まれるじゃないですか。あれがね、ちょっと僕の説明だけだとよくわからない方がいらっしゃるみたいなんで、こういうことですよっていうの。そう、まあ、要するにこれをやってくれっていう話です。可愛いのちょうだい、可愛いハクションちょうだい、よろしいですか？はい、というわけで、せーのでエルサがくしゃみをしますよ。するとせーの、よし。これお父さんがやんないと先進まないやつだからね。そうそうそうなんです、こういうことなんですけど、お父さんちょっと可愛いくしゃみしてもらっていいですか？みんなお父さんのくしゃみ見たいですよね。ほらほらほら、拍手出たよ。ほら、こんなもう大道くんのくしゃみじゃもうお客さん満足できないわけですよ。何ですかその緊張感。大丈夫大丈夫、いつものちょうだい、いつものかわいい感じで。はい、小百合が出てきたよ。じゃあしょうがない、今日は大道くんのくしゃみでいきましょう。大道くん、不思議な顔は熱はないわ。映画を一生懸命再現してるんです。もう一回やって。これ結構ね、足腰に負担かかる。はい、ということで、これがスノーギンスです、ね。知らないよという方覚えて。熱はないわ、あんたたちがやれって言ったんでしょうがね、そっくりだったでしょうか。ということでね、こちらスノーギースというキャラクターね、短編映画の方に登場したキャラクターでございます、ぜひ皆さん覚えてあげてください。さあ、いやなんでテンションだだ下がってるんですか。一生懸命やってるんですよこっちは。ということで、はい、せーです。もうね、スノーギースのことは忘れよう、ね、スノーギースの話は一回忘れて、いつものアナと雪の女王のね、長編映画の方に戻ってまいりましょう。さあ、スノーギースはね、ご存じない方は何かいらっしゃったみたいですが、皆さん、アナと雪の女王の長編映画の方ご覧になりましたでしょうか。映画、ブルーレイ、DVD 見たことある人、たくさんいらっしゃいますね。ありがとうございます、ありがとうございます。ご覧いただいたみたいですが、まあ、もしかするとね、長編映画の方も実は見たことないんだよなという方いらっしゃるかと思います。そこで、ね、本日は残りの時間を使いまして、お時間の許す限りアナと雪の女王長編映画の内容に触れていきたいと思います。さあ、この映画、さまざまな楽曲を登場人物が歌ったり踊ったりしながら進んでいくミュージカル仕立ての映画でございます。大丈夫ですか、花粉症ですか、鼻水が。何それ、かわいい、またかわいいって言ってるね。甘やかさないでって言ってるでしょ。鉄拳制裁やめなさい。東京ディズニーランドには鉄拳制裁なんて言葉はないんですよ。あ、ということでね、さあ、ね、アナと雪の女王に登場した数ある楽曲の中からね、一つ二つピックアップして皆さんにご紹介したいと思います。今日最初にご紹介しますのが、雪だるま作ろうという曲、ご紹介したいと思います。さあ、この雪だるま作ろう、皆さんどんな曲か覚えていらっしゃいますでしょうか。こちらのダブルヒロインアナとエルサがこんなちっちゃい幼少期の、ね、5歳とか8歳の頃の姿で登場して、そこから、このぐらいの15歳18歳ぐらいになるまでを描いた曲でございます。さあ、ということでね、せっかくですから歌だけではなくて映画にこんなシーンありましたよねというのをね、皆さんにお目にかけたいんですが、ここで一つ問題が発生しております。ご覧の通り、我々10分ズームガイドツアー、男性、男性、女性の3人編成でございます。ところが、唯一の何ですか、何が、はい、男性、女性、スノーギース。なるほど、ということは僕はずっとこの後もこうやって
こうやってアナと雪の女王のすと辛いわ苦行かということでね、男性男性女性の3人です。熱はないです。やめてください。1つのボケはワンステージに1回までの約束ですよ。時間なくなっちゃいますからねということでね、このねアナとエルサ果たして誰が演じるのかっていう話です。ねえお父さんそうやってバイオリン弾いてるもんね。忙しいね。じゃあいやじゃあ誰かね我こそはアナになりますよって方いらっしゃいますか。じゃあじゃあしょうがないこの空気ですからね、スノーギースをやりたいのは山々ですが、我々がアナとエルサを演じてまいります。さあということでね、先に断っておきますよ、今からやるの決してふざけてるわけじゃないですからね。一生懸命シーンを再現した結果ですからね。はいということで、皆さんお付き合いいただきましょう。まずは第1曲目アナと雪の女王より雪だるま作ろうのご紹介です。氷の力で大好きな妹を傷つけてしまったエルサ。それ以来エルサは心を閉ざしてしまいます。エルサに遊んでもらいたいアナ、この雪だるま作ろうはそんなアナの気持ちを表現した曲です。エルサ雪だるま作ろう、ドアを開けて一緒に遊ぼう、して出てこないの。前は仲良くしてたのになぜ会えないの。雪だるま作ろう、大きな雪だるま。あっちとアナ、わかったよ。氷の力は日に日に強まり、自分ではコントロールできなくなってしまいます。手袋をしなさい。ほら、この方がいい。落ち着くように。見せないように。雪だるま作ろう。電車に乗ろう。ずっと一人でいると壁の絵とおしゃべりしちゃう。頑張るじゃんね。寂しい部屋で柱向け見てたりするの。してるの会いたいわ、そばにいれば支え合える二人で、私たちだけでこれからどうしてゆくの。雪だるま作ろう。ありがとうございました。アナと雪の女王より雪だるま作ろうのご紹介でした。熱はないわ。自分のも確認すな。これね、決してふざけてるわけじゃないですからね。映画ご覧になった皆さん、こういうシーンありましたよね。うん、あったはずですよ。ね、何か問題があるとすればですよ、我々が両方とも成人男性だったっていうのが問題だったわけで、一生懸命ね、忠実に映画を再現してみました。皆さんよかったらね、お家帰って DVD かなんかで確認して答え合わせしてみてください。さてさて、あら、時間が来てしまった。もう一曲行きたかったんですけどね、ちょっとね、お時間になってしまいました。ほら、こういうことになるんですよ。同じボケを2度も3度もやるとこういうフェクションじゃないね、こういうことが起こりますからね。こっちこっち
ち今のこっち発信ですからね。はい、ということでね、なんだこれ、これディズニー映画じゃないやつじゃない危ない、危ねえ、やめてください。はい、ということでね、ごめんなさい、今日ねお時間が来てしまいました。また機会があったらね、別の曲も皆さんにご紹介したいと思います。それでは本日はこの辺で、皆さんこの後は夢と魔法の東京ディズニーランドで素敵な人たちをお過ごしください。お送りしたのはチップツーガイドツアーでした。それでは皆さん、いってらっしゃい。今日のハイライトみたいな感じでくしゃみしたけど、今日のハイライトは雪だるま作ろうですからねスノーギースね、皆さんよかったら覚えてあげてください。ベル君そのまま帰っていこう。ありがとうございます。